きチャンネル。じゃん。こんにちは。さあということで、はい、ダブルトモでダブルトモでお送りします。今日のさだきチャンネル。ね、あ、よかったですね。よろしくお願いします。シンデレラストーリーのような一面だったっすね。びっくりしました。ね、はい、結婚してベイビー生まれて、はい、しかもいきなり、はい、あの時はそう、あの時はだってまだ2軍だったので、はい、本当にあの時一番最初の時は ね、 そ, うですよね。そしたらそっからうなぎ登りになる。最後は初完封日本シリーズ、やばいね。でもどうだったっすか、はい、1年最初から最初から1月から考えたら。でもちょうど里崎さんにお会いした時が6月ぐらいですよね。そう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 、だからちょうど前半戦というか1月から6月まで前半は妊娠があったりとか引っ越しがあったりとかバタバタしてたし、まあ彼もその時に軍にいたし、でなんかこれからどうなるんだろうっていう迷いみたいな不安の方が大きかったですけど、里崎さんに会ってからまあ、彼もそうだし私もなんかよくなっていきました、ね、だから2021年前期と後期全く違うストーリーで、はい、勝てば勝つほど俺と板野さんの評価がどんどん勝手に上がっていくっていう謎の SNS 悪い気はしないけどね、はいはい、で伝えてくれたんですか。伝えてます、はい、でも里崎さんが本当に毎回試合の時に連絡くださって、うん、アドバイスもちょっとくださってそれを毎回本人にも伝えて、でね、今日は映像越しに伝えると思いきや、はい、ね、出れないけど、はい、そこにいるっていうね。そこにいるだからカメラ越しじゃなくてカメラ越えて直接のアドバイスだね、はい、でもなんかちょっとやりにくいですね。ちょっと話しづらい。なんですか。なんか全部聞かれてると思ってなんかすごい話しづらい。どうせ聞かれるから一緒じゃないですか。どうせ聞かれるんですけど、どうせ聞かれるから。でもあの時も2軍でまだポツポツした感じでちょっと失点してて、で1軍上がってきて一気にいったじゃんね。はい、そこはすごかった。でもその家庭緊張感なかったの。本当にそう、なんかだから里崎さんと会った後にソフトバンク戦みたいなのがあって、うんうん、でもなんか去年ソフトバンク優勝してますよね、うんうんうん、だからそこでなんか投げるっていうので緊張してるって言ってて本人も、うん、そうで私も緊張したんですけど、うん、でそこですごい勝ったのが大きかったのかなって思うんですけど、うん、最初ね、はい、だからあれでポンっていけたのが自信にもつながるしね、うん、でも最初明日から一軍って言われるんですよ。家庭はどんな感じなんですか。でもそう本当にボソって言われました。明日から一軍じゃないのなんか明日から神宮行くわみたいな感じだったね、うんうん、おおみたいな感じで行って、その一軍復帰してきての初登板はテレビで見てたんですか。あ、見てました。でも一番一軍っていうか嬉しいのはご飯がやっぱり2軍だとめっちゃ朝早いしご飯毎日作んなきゃいけないんですよ。帰ってくるからね夜ご飯だけど1軍だったら少なくていいんだいないからね、はい、だって俺のロッテの先輩とかの家庭も子供にお父さんはいつ野球しに行くのって言われてたんですよ毎日帰ってくるのにテレビでは野球の試合してるから、あ、そういうこと。お父さんはいつ野球の試合に行くのっていうっていうのが、でもそれは小学校までらしいのね。あ、そうなんですか、うん、で中学校高校になってくると早く一軍行けよって言われるし家にいなくてもいいんだよみたいな。で遠征行ったらだって1週間とかもいないしね。そうですよね。でしかもナイターとかだと球場でご飯食べてきてたりとか。あ、本当そうです、うん、だからもう軽く一品しか作んなくていいんで、めちゃくちゃ楽で、特に妊娠中だったん で、うん、でご飯作るのも大変だし、うん、結構匂いとかもなるだろうね、辛いから、うん、明日から作んなくていいんだと思ってめちゃくちゃ嬉しかった。それはね、はい、多分全プロ野球選手の奥さんが思ってることだと思う本当にありがたいです。でね、家にいなくてどんどん頑張ってくれたら自分のことだけしとけばいいし、はい、そうですね、でしかも子供もいたから余計バタバタするしね。はい、そういった面でもだからちょうどよかったね。あの時結構もう発表するかしないかみたいな言ってたもんね、うん、そうですね、もう安定期入るか入らないかぐらい、うん、だから一番自分自身がきつくなるときに旦那が一軍行ってくれてちょっと時間ができて、はい、そのバランスも良かったね。良かったですね。だから最後とかも結構苦しかったんで、うん、その時もご飯ちゃんと食べて帰ってきてくれるから助かりました。でしかもその一軍行ってたから余裕もあるしね。そうですよね、本人もね。確かに優しかったかも
だからなんか全部がねうまくいって最初の頃確かにお互いキリキリしてたんですよ、うん、そうだな、私ももう妊娠してもうなんか体もきつかったし、うん、引っ越しもあったし、うん、多分向こうもそういう気もキリキリしてたんで、うん、ちょうどよかったね、ちょうどよかったかな、はい、後半はすごくよかったです。でちょっと子供を産んだ時には一軍でバンバンやってるから、うん、そこもまた楽だしね。そうですね、ゆっくり見れるしね。だからなんか子供もお腹から応援してくれた頃から、うん、なんかすごい成績も良くなったから、ね、なんかベジちゃんのおかげかなとかも。本当子供がこう幸せを運んできてくれたようなね、本当そういう感じ、最強ので、まあ俺はちょっとだけアドバイスしたっていうか、ね、佐藤さんのおかげです、まあ、本当にということで佐藤さんここではい出産おめでとうございます。あ、ありがとうございます。すごい嬉しい、ありがとうございます。やったー、みんなから可愛い、私も大好きです。さあということで、はい、次の野望を持っていかなきゃいけないよね、はい、あとはとりあえずあの年俸も上げていかなきゃいけない、ね、あ、そうだそうだ、じゃあ教えてあげようか、はい、あの年俸の上げ方は、はい、まあ多分この動画が出る時にはもう終わってると思うんだけど、うん、必勝法がある。あ、そうなんですか。か知りたいですよ。必ず守らなきゃいけない言葉があると。はい、でしかもあの罠がいっぱいあるから、それが頑張っちゃいけない。罠ですか。罠、うん、はい。じゃあもし本人としてじゃあ俺が球団担当するじゃんね、はい。今年は1年よく頑張ってくれたね。しかも日本一になって。じゃあどれぐらいの金額欲しいんや。で聞かれるんですか。聞かれる。で今がじゃあ仮に1500万円としたら。はい、どれぐらいの金額、うん、金額欲しいんや。8000万ぐらいですね。そうそうそう、いや、そうそうそう、じゃあ今、はい、正解、正解なんです。本当、分かりました、うん、はい、はい、先生、あのだからもうめっちゃ大きい額を言って、うん、それじゃ無理っていうのでどん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 下げてって、うん、あの3回目ぐらいに自分の一番欲しい金額を言う。自分の欲しい金額は最後まで言っちゃダメ。あ、言っちゃダメなんですね。そう、あの今の8000万なんで正解かっていうと、まあ、1号から8000でもいかないよ、うん、もうタイトルぐらい取んないと、うん、ってなった時にそれ無理ってなるじゃん、はい、ってなった時にじゃあいくらくれるんですかっていうバトンを相手に渡して言わせなきゃいけないんだよ、はい、であのこっちから欲しい額言っちゃうと、仮によ、じゃあ3000万ですって仮に言っちゃうと、相手が3500万出そうと思ってたのに3000万でいいって言ったらもう500万得しちゃうから、だから自分から金額を言って得するのはドンピシャ言わない限り、高く言ったらくれないし、はいはい、低く言ったら損するから、言って得すること一回もないの。でも聞いてくるのよ球団が、あのいくら欲しいんやっつって。そうなんですね。その時にはまあ10億でも20億でもくれるんだったら100億ぐらい欲しいですねっていうと、もう冗談ってわかるから、はい、今みたいに笑いが起きるわけ、はい、でいくらくれるんですかって俺が今度聞いてバトンを渡すって。あ、でそしたらあっちが言わなきゃいけないから、はい、であっちが言ってきた時に初めて金額が分かるじゃんね、はい、でそれが想定より低いのか高いかによって対応を変えるだけっていう。俺だって自分の予想、まあ俺ほぼ想定内の範囲でずっと収まるんだけど、はい、1回だけこの範囲ずれたことがあって、そう、上にずれてたの。へえ、うん、と思って即反応して気が変わらない。そうそう、気が反応、すぐ反応して、あの妥当な金額だと思いますって思い切りで、あの言葉では言って、であの心の中ではあのすごいガッツポーズして、うわ、早そう、現状以下ひょっとしたら下がるかと思ったけど上がってんじゃんと思いながら、でもあの平然とこうよ、あの喜んじゃダメなの。あ、そうなんですね。喜んだらあのいっぱいあの思ったより上げちゃったなって思われちゃうから、常に平然でもう、あ、妥当な金額だと思いますっていうあのお前らも正解だぜっていうこのどっちもが下に下がらない動画出しちゃダメじゃないですか、これ。え、動画出しちゃダメじゃないですか。いいのいいの、もうだって終わってるから。あ、そう、あ、本人ね、はいはい、あのこれもだってもう動画が出る前にもうそこで聞いてるから、うん、だから自分から言っちゃダメなの。言っちゃダメ。あとね、自分の持ってる材料を先に言っちゃダメです、うん、あの自分の予想より低かったりなんかした時に、あのいや僕もっとこんなことやってるんですよ、こういうのでやってますよ、こういうデータもあるんですよってみんな言うのよ、うん、でも言った瞬間に